ここまでの強打の率直な印象、6月19日時点での成績。戦う顔してる。想定の範囲内。試合に出てるなら必要ってことなんやろ。中日より強いチームで貢献できてるからええやん。強打が塁に出ると大抵返ってくるからすごい。守備安定してるし、高めの球ちゃんと見てくれるからええよ。中日時代より選球意識高くなったよな。大和の代わりになってるし助かってる。中日ならスタメン張れる。守備の安定感が横浜の中では群を抜いている。あとは1試合1出塁してくれればいい。守れてこれなら十分すぎるほどバトルフェイスだろう。勝ってるうちは大丈夫。負けが込むと一番初めにやり玉にはなる。普通に守れるってだけでどんなありがたいことか。うずらプラスな時点でようやりすぎとる。この打率で出塁率3割乗るような打者だったって。強打が打つと点入るイメージがある。いいところで打ってるわ。多分中日は洗い場とかで慣れてるからショートに望む水準が高いねん。中日出て楽しそうにしてるだけでもう勝ちやろ。中日ファンの説明書から想定してたよりはるかに出塁してくれる印象。ある程度出塁できて走塁もバントもできるならこの打率でも容認できるわ。